はい、皆さん、毎度毎度、早く巻くコツね。早く巻く、硬い場合、まあ、はい、物取り行くのに、うん、ちょっとこれ体ひねってやろうか。はい、取りに行くとき、まあ、ペーパーはまあ近くに置いといてね、まあ、普通に取りゃいいよね。でやっぱり下巻きは必ずもう折って巻かないと、これはもう必須、人間の頭の巻き方の。美容学校が変な教え方するからね、もうみんな下手になっちゃうんだよね。でロット取り行く時、最短距離で取り行こうと思うと45度で突っ込むようなんで、ここにね、まあ、真下に置いてあればいいよ。真下に置いてあるってことないから、ちょっと離れたところに置いてあるでしょ、ロットがね。その時取り行こうと思うと、最短距離で行こうと思うと横から突っ込んでるわけよ。横から突っ込んでもね、意外と取りにくいんだよね。ふわっとこう円を描くように、まあ、こんな感じだよね。こんな感じで上から下に放物線でいって下に、真下に落ちる感じで、手がね、まあ、こうしてみるけど、こんな感じで取るような感じだね。ロットっていうのはね、こんな感じで取るような感じね。こんな感じでふわっと取るね。ほらゴムもそうね。ゴムも急いで取ろうと思うと45度から入っていくでしょ。45度から最短距離で行こうと思うと取りにくいんだよ。ふわっとこうよく放物線で行って下に下がるね。自然な力で、でロッ、まあ、なるべく最短距離で行くんじゃなくて、最短距離で行くんじゃなくて、こう放物線で下に落ちるね。フォークボールみたいにね。ね。多分そんな感じじゃないかな。でもってね、まあ、あんま力入れないようにね、こうふわっと取りに行くね。で、やっぱりワインディング大会とか国家試験の癖、とにかく早く巻くっていうのは国家試験だと思って巻くとね、手をとにかく早く動かさなきゃいけないんじゃないかってね、こうひったくるみたいに取ってね、ね、こういうことやると疲れんでね、うん、パッて取ろうと思ってね、仕事だからね、まあ静かに取って、まあ、失敗しないことだよね、うん。ふわっと取りに行くね。まあこの癖がつけばね、あのダラダラ巻いてても大体早く巻けるようになるっつうの。ダラダラ巻いてても早く巻けるようにならないとダメなのよ。ダラダラやってね、でじゃあ気合い入れるかっつんでね、あのモチベーション低い時に、じゃあ気合い入れるぞみたいにね、うん、モチベーションが低い時にね、無理やり気合い入れて巻くっつうの、うん、モチベーションが低い時にね、無理やり気合い入れて巻こうと思うと、うまくロットが取れねえんだよ。ねえ、まあ、一生懸命やってね、で嫌になっちゃうんだよ、これもう。うん、気合い入れて、こう、早くロット取ろうなんて考えると、もううまくいか取れねえんだよ。指が痛かったりさ、早く取ろうと思うでね。とにかくふわっといって、ふわっと取ってくるとね、ふわっといって。意外とだから静かに取った方がいいってことだよね。でもだからだらだらゆっくりやれとは言ってるわけじゃないんだよね。はい。いかに疲れず早く巻くかね。疲れて早く巻くのは簡単なのよ。気合い入れればいいだけだからね。ただ疲れないように巡航速度を速くする、早く巻こうと思うとね、手の動きをね、最短距離で輪ゴム取り行こうとか、最短距離でペーパー取り行こうとかね、シスタントがね、ペーパー持ってたり、ロット持ってたり、ゴム持ってたりしたらね、それをひったくるように取るっつーの、そういうことやると疲れんだよ。このパーマ巻くってのはプロの仕事だからね。あの、100メートル走で巻くわけじゃないから、ワインディング大会してるわけじゃないから、とにかく不快感なく、淡々と速やかに巻くっていうのが仕事だからね。まあ、コツとしてはね、余計な力を出さない。で、あと手の動きだよね。あの、ふわふわというかね、あの、自然な力。物取り行くときにね、直線上に取り行かないっていうの？放物線上に取り行くっていうの？
ワインディング試験とかね、まあ、国家試験もそうかな、あの、物を取り行くときにね、直線上にスパッと取り行くっつうの、ほんで、加速して止めるっつうの、それやると疲れんだよ。加速するだけでも疲れんのに、止めるっていうの、ブレーキの作用っていうの、2倍疲れるよね。で、気合が入ってるときはそれでいいかもしんないけど、気合が入ってないとき、同じ動きができるかっていうとね、できないから、極端に遅くなるんでね、だるくて。で、次に予約が入ってないとね、いつまで巻いてんのみたいな感じになっちゃって、疲れんで余計疲れが疲れ呼んじゃうんだよね。